あざっすー。ありがとうございます。雨がしんしんと降っておりますね、はい、今日は何やるんですか。はい、今日はですね、こちらのこのスペースをですね、今日はこれからちょっと数日かけて、あのバーベキュースペースにちょっと作っていこうかなと思います。から俺の感じで言うと4メートルぐらい、多分そこら辺ぐらいまで行くと思うんだけど、でこっち多分ここがこの間測った多分 6.5 メートルぐらい高さもあって、このここまでバーベキュースペースを作ると。まあやることとしては石を溶けて平らにしていきます。ここにね、ここからなんかこの幅でいいんだけど、デッキを作りたいんですよ。こうちょっと腰掛けられるぐらいの、これちょっと座ってもいいぐらいの縁側っぽいやつ。ここ踏み台がないから、ここはやっぱりこの真ん中ぐらいの踏み台にして、ちょっと低くしとくってことですよね。だからこっからこう階段みたいになって、こっちに縁側に乗っていくみたいな、うん、でこのつらい位置でいいですよ、ね、この下場、うん、下場でね、ここに合わせて高さで縁側というかちょっとデッキのやつを作っていくと。でね、水の中にカマキリだけで、カミキリムシが死んでる。あ、本当だ。昨日見たやつだ。ちっちゃい可愛いカエルが。あ、本当だ。溺れちゃったね。めっちゃ可愛いじゃん、このカエル。うん、で、ここに、ここをちょっとやっぱ受けが欲しいんで、うん、ちゃんと、なんていうの、水が使えるように、ね、うん、して、で、まあ、出てきた排水もできればこっちに流したいよね。掘ってね、ある程度ね。ここは、あの落花生の殻をなんか撒くと除草剤になるっていうのがちょっとうちの、知り合いから聞いたもので、それをちょっと、ね、うん、撒いて素敵にすると、はい、で上に関してはまあちょっとまだこれがあるからなんだけど、お、あの何て言うんでしたっけ、タープ、タープ、うん、タープを、まあ、両サイドからこうなんかこうフックでこうつけて、はい、でこのそこにでかい、そう、ブナの、これはブナ、うん、ブナの木があるんで、はい、そこに向けてここにこう紐で引っ張ってやればいいんじゃないかなと思って、はい、うん、そんな感じでちょっと設置していければ、うんうん、だそういう意味だから、この辺はもう基本的にはこれはカットだね、カットして、これはカット、はい、で そのあれ、あの奥がブナだから、はい、あそこになんかうまくくくりつけられるような、この辺もカットだよね。これよくわかんないね、どうなってんの。これもブナなのかな、これそう違うね、あこれブナかな、え、これもそうかもよ、いや、そうだ、うん、そうだ、横に伸びてんの、うん、カットすりゃいいよね、カットですね、うん、はい、枝カット、うん、はい、ちょっとこう、あれした方がいいですね、はい、という感じで、はい、はい、結構大変そうですね、はい、思ってる以上に。広大な土地、15年放置された山奥の古民家を東京暮らしのアラフォー集団が DIY に挑戦、託された資金は1000万円、大人も子供も楽しめる最高のグランピング施設は完成するのか、チャンネル登録よろしくお願いします。平らになった。いや、これいける？ところで。はい。いや、なんか思ったんだけど。うん。あ、もうすでに。でも結構入ってますよ。あ、じゃあ、あ、来た。明るくなった。いや、いいね。あ、いいね。なんか全然景色違って見えるよ。来たか。
ちょっと出っ張ってるとこありますか、遠目で見て。大丈夫です。かなりいい感じですか。はい、いいか、これで。はい、よし。やっぱ牧田のチェーンソーは紹介しとかないとな、ここで。牧田のチェーンソー使いこれが一番いい使いやすい、これが一番の役に立つ。こっちに引いた方がいけるかな。引きづらいんですよ、こっちが。ああ、なるほど。ここじゃなくなってるから。ちょっと待って。安いな、奥歯が抜けるかな。行く、行くよ。よいしょ。いた。ちょっとね、うん、ちゃんとね、やらしたいって。うわ、これか。あれ、バリ重いですか。これ、そしてどうやって持つの。え、これどうやって持つの。それでも、あれ、マコト、うん、いや、それ絶対違うよ。雪用のやつ。おはようございます。おはようございます。2日目、はい、バーベキュー場作りですね。はい、1日目の想定すべて崩れました。デッキを作るって話だったんだけど、残念ながら作る費用よりも出来合いのものを買った方が安すぎたと。DIY するメリットないっていうことになりまして、ちゃんと樹脂のいいものが見つかったので、ちょっと購入させていただきました。はい、唯一、この踏み台だけないので、踏み台をちゃんとこう作って、やりましょうということですね。はい、ちょっと1個しか買ってないんだけど、これはもう1個買って、2つ並べて、まあ、完成と。で、時間がたくさん余るので、バーベキュー場の方の、オプションをしっかりと充実させていきましょうということになりまして、バーベキューコンロを作ります。はい、よっレンガ作りの、はい、うん、まあ、ちょっとやったこと全くないんでよくわかんないんですけど、頑張りましょう。わかんないですね、これね。はい、はい、それと、はい、もう一つ、バーベキューの、机をこの、これなんていうんですか、高橋さん。3番板で3枚で、作っていきたいと思います。なんでちょっと今日はこの机作りとバーベキューコンロ作りをやっていきますんで、よろしくお願いします。お願いします。はい、モルタル作りはさ、セメントとか混ぜるから大変だけど、これはナスだから意外と早すぎる。よいしょよいしょ。一回ナスそんぐらいでいいから。そんぐらいで、うん、いいよ。いしょ、ちょっと混ぜていこうか。全然まだまだべっちょべっちょべっちょ。もうちょっと入れましょう。待って、うん、もう少し混ぜてから。結構やっぱ入れなきゃいけない。結構入れないよ、量的に、うん、多分逆なんですよ、出る分だけは。まあね、うん、
で、そこ。待って。ちょ、もう置いとくだけでいい。いけないよ。すごい、バランス悪いな。あ、こっちが低いな、どっちが低いなってやったら、またちょっと入れて、ちょっと入れて、ポンって入れてやってみる。いう感じ。こんなのがあるんだ。これを使えばあのスマホもまだ。うわ、大切にしてもらえよ。このまま捨てられてしまうのかな。うわあ、あれ、持ち主さん、そういうことだったのね。送ってくれてありがとう。不要なスマホを郵送で簡単買取、ウルトック。まずは買取価格をチェック。